はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日は飛騨高山ですね、岐阜県の高山にあります、住屋さんの、楽水亭という一棟貸しのお宿にお邪魔しております。はい、ちょっとね、関東からだと遠いかもしれないですが、なかなかね、珍しいタイプのお宿ということと、まあ、今回はこの立地といいますか、眺めとかもね、とても素晴らしいお宿でしたので、ぜひご覧いただけたらと思います。ではちょっと門があるので、門のところからお部屋までと、お部屋というか、まあ建物なんでね、建物の中の様子撮ってありますのでご覧ください。はい、では、お部屋というか建物をご紹介したいと思います。入りまして、ちょっと閉めまして、いきます。まず正面にこちらに釣り竿がいっぱい飾ってあります。はい、いきます。でまず入りますと、こちらがリビングスペースですかね。はい、煙のね、香りが暖炉のですかね、いい感じでしてます。まあ、これはね、ちょっともう匂いがね、気になる方はもしかしたら着替えを持ってきた方がいいかもですが、まあ、これはね、コンセプトとかにも合ってていいんじゃないかなと思います。こんな形で、今川のせせらぎといいますか、音が聞こえてて、まあ、楽水亭っていう名前にぴったりですね。はい、でどこから行きましょうか。まずこちらの、ミニバーといいますか、キッチンスペース行きたいと思います。まずこちらに、これは紅茶ですかね。あ、ドリップコーヒー、レギュラーコーヒーって書いてありますね。コーヒーあります。で、こちらに、ね、お茶ですね。ほうじ茶、紅茶、煎茶あります。あ、ちょっと閉まっちゃった。後でね、見ます。はい、あとは、こちらにスプーンとか、よいしょ。まあ、いろいろ、これは箸置きですかね。で、よいしょ。よっ。こんな感じでフォークとか箸とかもしっかり揃っております。はい、まあいい感じで、お水は奥飛騨のお水ということで、地元のお水ですね。冷蔵庫はこれはもう空ですね。はい、コーヒーあります。こんな感じです。まあね、買ってきていろいろできるお宿かなと思います。はい、で、こちらが電子レンジですかね。でこちら開けると、この辺にはお玉とか料理用のグッズあります。で包丁とかまな板もありますので、もうここでね、調理していく感じです。でこちらいろいろあります。で今日は、鮎の料理は事前に注文しとくことができまして、なんとこちらに鮎います。で、夕食の時間になると料理しに来てくれるという、ちょっと贅沢ですよねということで、今日はお刺身と塩焼きを頼んであるので、鮎はこちらで準備いただいてます。いや、すごい。はい、でこちらから見るとこんな感じで、こちらにこれエスプレッソのですかね。はい、コーヒーのグラスとかカップもたくさんあるので、お酒もね、買ってきて飲むには良いかなと。こんな感じですね。でアイスペールもあるので、これで冷やしながらというのもいいと思います。はい、でリビングルームはこんな形なんですけど、なんかね、いろいろご紹介したいことあるんですけど、まあ、ここテレビありますね。いや、おしゃれで、今冬なんですけど、夏になるとこの下に露天風呂が
できるということで、夏は露天風呂も入れるということで、あの角になってるところなんですけども、川がね目の前に見えて、夏にもう一回行きたいなって感じですね。はい、でちょっともういろいろ歩きますよ。で、こちらから外がね見えるので、これ下にすぐ川があるので、ここでお酒買ってきて今日はお酒飲みます。はい、で間接照明もねおしゃれに入っているので、これは素敵ですよね。はい、でこちら暖炉ありますが、いや火ついておりますね。あったかい、こんな形で、いやいいですよね。はい、もうどんどん行きます。でここ畳のスペースなので、なんかこの何でしょう、和洋折衷感いいですよね。なんかセンスいいなと思います。で、こちらはもう一つの聖火さんの方でもあったんですが、チェックインとかねこれでできたりするので、手続きこれでタブレットでできます。はい、いやよいよい。で、バススペースですかね、行ってみたいと思いますが、あお風呂、お湯がこちらお湯出せます。でもう溜まってる状態で温度も設定できるので、こんな感じでもうねお風呂も入りたい放題で、あちらは完全に開けることもできるので、ここは半露天みたいなこともできます。いやー気持ちいいですね。今日は外ね雪があるぐらいの温度感なので、夜はね開けて入りたいなと思います。はい、でこちらもここ開くんですよ。まあ、夏じゃないんでここがうまく使えないんですけど、ここ開きますので、ちょっと涼んでお風呂みたいなこともねできますし、まあ、ここでねお酒とか飲むこともできますので、もう水の音が心地よいですね。はい、こんな感じです。で、こちらにタオルとかあります。でほとんどのところが床暖が入ってます。こちらも床暖入ってますし、後ほど行くベッドルームにも床暖入ってますし、こちらの下のスペースも床暖です。ということで冬もね贅沢だなと思います。でここちょっと開けてみましょう。これはここはドライヤーですね。ドライヤー開けましょうか。でその間にちょっとどこを取りましょう。こちら取ってみましょうかね。はい、でドライヤー開けます。ドライヤーはどんな感じですかね。よっ、おドライヤーはこちらじゃんとサロニアさんのドライヤーです。はい、なんかどこが開くのかが全然わからないけど、ここは何もないですね。ここも何もないですね。ここはない、ここもない、こんな感じですかね。これは何だい、これはまあ飾りですかね。はい、こんな形。あでここがシャワールーム、あシャワールームになってました。でこちらコトハウィズユイカ、これはブランドはコトハウィズユイカって書いてありますね。はい、ちょっとまた調べておきたいと思いますが、ここがシャワーになっているので、シャワーブースの畳床段のお風呂、いやなんかすごいすごいとか言ってますけど、湯気でねこれもう入りたいですよね。ちょっと後ほど入ります。はい、こんな感じです。ではベッドルーム行きます。あいい香りだ。はい、いおりの香りがとてもいい感じです。でよいしょ、こちら行きます。でここはまあちょっとおしゃれスペースって感じですかね。でこちらに、ケトル、もうこれ全部バルミューダ製です。でこちらにトースターですかね、周り炊飯器も全部バルミューダ製、いやこだわりを感じる。でこれは IH ですかね、 IH の鍋とか持っていけるので、いやすごい、いきます。でこちらお手洗いいきます。あお手洗いもこんな感じですよ。はい、ちょっと和っぽくっていいですよね。でこちら今は外がね出れない季節なんですけど、外にそこから出れるので、夏はここがこれがなくなって、外でご飯食べたりした後そのままねトイレに行ける状態になってるので、なんかちょっとしたバーベキューみたいな、おしゃれバーベキューですよね。はい、にもぴったりで、はい、ベッドルームというかベッドスペースなんですけど、こちらにデスクがあるんですが、こちらは、前ねオーナーの方のこだわりで、このフォーリングウォーターですかね、
これをモデルにしてるという感じなんですけど、はい、これのねちょっとした設計図なんかもあったりして、これ設計用のねこんなのも残ってておしゃれ。はい、ここでね仕事するのも良いと思います。あ、ちょっと後ろぶつかっちゃった。はいね、これコンセントとかが、あ、そこにねコンセント、あ、コンセントないかな。コンセントとかはどうなってるかな。ちょっと見当たらないですけど、ないかな。コンセント、コンセント探しをしてますが、ちょっとコンセントはここにはないかもです。はい、こんな形です。で、ベッドルームこんな感じ。なんか USB とかありそうな感じもするんですけどね、ちょっと後で探してみます。はい、もうこれはね布団に寝転がりながら外を眺めてる時間も贅沢かなと思います。今は春先っていう感じなんですが、雪が残ってて真っ白な状態も綺麗でしょうし、完全に緑になってもね綺麗かなと思います。でここも床暖が入っているっぽいですね。でこちらにヒーターもあります。はい、でこれは、一緒に旅してるパンダさんの荷物ですちょっとね面白い。でコンセントこちらにありますので、まあ、これは抜いて使ってもいいかもなと思いますね。はい、こんな感じで荷物置くところもあるので良いかなと思います。はい、こんな感じですかね。で夏になるとこちら下に降りていけますので、本当にね下で川のせせらぎを感じながらなんていう過ごし方もねいいかなと思います。この階段は急なんで気をつけなきゃいけないっぽいですけど、いやおしゃれですね。はい、こんな感じですかね。ちょっと、リビングまで戻って終わりましょうかね。こんな感じです。いやおしゃれで夏もね冬も良さそうですよね。はい、ではこの後鮎料理の、 あのお写真とかね、滞在してみての感想とかお話したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。では失礼します。はい、よろしくお願いします。今日は、飛騨高山にあります炭屋楽水亭さんにお邪魔してます。よろしくお願いします。でこちらは、私の YouTube の動画では炭屋の聖火さんっていうところを以前ご紹介したことがあるんですが、一応あの概要欄のところに貼っておきますので、もしよかったらそちらもご覧いただけたらと思うんですが、そちらの、第2弾第3弾ですかね、まあ、一棟貸しのタイプの、新たな出店という感じで、あのプレオープン中にお邪魔しております。はい、で、立地はちょっとねあの変な話なんですけど、高山市、飛騨高山市と、郡上八幡っていうところがあるんですけど、また地図でご覧いただけたらと思うんですが、それをあの内分しまして、5対2ぐらいの何言うんですかね、はい、内分点5対2の点、飛騨高山からだと、まあ、混雑するような道ではないんですけど20分から30分ぐらいですかね。郡上八幡からだと単純にその2分の5倍ぐらいですかね。ただ信号があの少ない道なので、速度には気をつけつつですが、結構ね、距離の割に時間はかからないかなっていう感じがします。はい、まあ立地はそんな感じです。で名古屋からだと高山市まで今高速で1時間半とかですかね、何も止まらなければ1時間から1時間半ぐらいで高山までは高速で来れてしまうので、まあ、高速なんでね山道とかもなく運転がそれほど得意じゃないとかそれほどされないっていう方でも安全にたどり着けると思います。で、飛騨高山から楽水亭さんまではちょっとうねった感じの、まあ山道までは行かないですね、山の谷を走るような道で来る感じですが、最後の本当に2分とか3分ぐらい以外は、割とね走りやすい道ですので、車でもというか車で来やすいかなと思います。で、まあ、ちょっとこう走ってて山の中に入っていく感じが、まあ、こちらの、お宿ですかのコンセプトに向かっていく感じがとても心地よい感じなので、私はこの距離感結構こう旅してるというか秘密基地に向かうかのような雰囲気が、はい、あの距離感だったなと
思います、はい。でこちらのお宿ですが、中の前にちょっとお伝えしておきたいことが、まず、食材は基本的にはご自身でこの中でね調理されて食べるタイプのお宿なので、まあ、高山市内で夜ご飯とかを食べてしまってちょっと買い出して、まあ、あのおやつとかねおつまみとか間食用のものを買ってきて食べるというのも良さそうですし、夏とかだとまあいろいろなものが整っているので調理はできると思いますので、バーベキューっぽくねこう外に出て食べるのもいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、いろりとかもね後ほどちょっとお話しますがありますので、なんか雰囲気はねとても良いかなと思います。はい、というところですかね。で、基本的には住屋さんは人と会わないっていうのが結構コンセプトなので、まあ、入り口の鍵は、前日とか当日に連絡取り合ってお伝えいただいて、それで入室して退室したらご連絡すると、まあ、タブレットでできるのでタブレットで、それをやってチェックアウトっていう感じなので、まあ、結構ね気軽かなと思いますし、まあ、ホスピタリティ型のホテルとかはまた違った感じですよね。まあ泊まりに来るんですけど、みんなでね来るのも楽しいんじゃないかなと思います。はい、で、その他行きましょうか。中の様子は、まあ、見ていただいたままっていう感じなんですが、こちらにね、本のホーリングウォーターっていう本がありますが、こちらの、まあ、建物がモデルといいますか、こんな宿をここにも作ろうということで、あのオーナーさんが作られたのをリノベして、ホテルというかお宿用になってるっていう感じですかね。これもおしゃれですが、こちらもで今も、まあ、ちょっと暗さが回復するまで、はい、今もちょっと聞こえてるか分かんないですけど、川のねせせらぎの音、滝の音がすごく聞こえて、まあ、落水亭っていう、まあ、水、まあ、ちょっと滝っぽいので落水っていう言葉もとても合ってて良いと思います。で、こちらの、ベッドルームですね、今ベッドルームで撮ってるんですが、でもリビングの部屋でも、まあ、常にねこう川の感じを感じることができるのでいいですね。でもベッドルームからも緑が昼間は見えて、朝も明るくなって起きるとねだってこう自然の中にいる感じがするので、 いいんじゃないですかね。はい、という感じでとても良いと思います。でちょっとピントがこれ動いてるかな大丈夫そうなんでこれも行きますね。はい、ちょっと今トラッキングしてしまってるので大丈夫かなと思ったんですが、はい、こんな感じです。で、建物は、まあ、ベッドルームも素敵ですし、リビングルームも素敵ですし、いろりありますし、暖炉ありますし、和室っぽいところですか、畳のスペースもあったりするので、ちょっと雰囲気はねいろいろエリアによってまた変わったりするのもいいんですけど、山の中の感じもして、はい、結構ね私はデザインがツボでしたね。特にベッドルームはこう生意気な言い方ですけど、まあ、ドストライクというかもう完璧ですかね。私は大好きなベッドルームの雰囲気だなっていう感じです。で、気になった点とかあるのかな。気になった点を挙げるとすると、まあ、いろりがあるので、まあ、煙がね出るので煙の香りが服にはつきやすいかなと思いますので、まあこれをね楽しみに来るっていうところだと思いますので、まあ、それに合わせた服装というか、まあ、匂いがあまりつきたくないっていう方はそういう服装は選ばずに来ていただけるのがいいかなと思います。はい、まあ、それくらいですかね。まあ、あとはやっぱ街から離れているので、まあ、買い出しとかはねしてきた方がいいかなと思います。でちょっと高山市からあるので私の印象ですけど、来てから買い出しに行くというよりは買い出ししてから来た方が時間のねロスが少ないかなと思いますので、お昼ぐらいに高山市で買い物で、ちょっとお店の名前また出そうと思うんですけど、高山の成城の石井と呼ばれているかはいないかはちょっとね呼ばれているっていう話もあるんですけど、あんまりそういうこと言うとバカにしてる感じにもなっちゃうかもしれないんですけど、おしゃれなスーパーありますので、そちらで我々も買い出しをしてきました。で我々って言ったんですけど、今日はホテル好きのパンダさんと一緒に遊びに来てます。はいという感じですね。なので、まあ、もう2人だとねまた食材も1人の時よりこう幅が利くというか、いろいろ買ってみようと思うんで、1人だとね出来合いのものとかを買ってきちゃったりすると思うんですけど、2人なので楽しかったっていう感じがしますが、そちらのスーパーで我々は買ってきました。で高山の街中に行くとこう地元のね食べ物とかも売ってると思うので、飛騨牛とか買ってくるのも
いいかもしれませんし、いろいろお店はあるので探していただけたらと思います。で、こちらはコンシェルジュサービスといいますか、宿泊前に、まあ、旅館の方とねやり取りを、旅館お宿の方とやり取りをして、おすすめのお店とかも紹介いただけますので、分からなければこんなもの食べたいんですけど買えますかとか伺ってもらうのがねいいかなと思います。はい、そんな感じですね。で、中の様子は一通り動画パートで見ていただいていると思うので、その他触れようと思うんですけど、お食事ですね。はい、でお食事は、アユのメニューのみは注文することができまして、ご希望の時間をお伝えすると料理しに来てくれます。で我々は、アユの塩焼きとお刺身ですね。アユのねお刺身は結構珍しいというか、まあ寄生虫みたいのがいるので、きちんとね調理しないとちょっとお腹に危険だっていうことで、なかなか食べれないと思うんですけど、食べることができて美味しかったです。でちょっとね夜ご飯のメニュー出そうと思うんですが、我々はスーパーで鍋を買い出してきまして、鍋はタラ、鮭で牡蠣、ネギ、キノコいっぱいっていう感じの鍋で、ひだみその鍋みたいのがあったので、せっかくなので地元のものということでひだみその鍋を作りました。で、ね、お刺身に、まあ、軽くねサワラとかを買ってきて、それとアユの塩焼きと、アユのお刺身っていう感じでいただきました。はい、で、調理してきていただいた方が、多分ねこれはその時々によって違うと思うんですけど、アユで作った、なんて言いますか、魚醤ですかね、魚醤油みたいなやつね、魚の醤油、魚ベースで発酵させたっていう醤油を、アユにつけるように持ってきていただいたのと、フキノトウですかね、フキノトウの味噌みたいなですかね、合わせた味噌みたいのもご用意いただけて、なんかね来なければ食べれなかったというか旬なものも食べれたりして、はい、とても良かったです。はい、で朝ごはんはそちらのお店でおすすめいただいたピザ食べました。こんな感じですね。これもね美味しかったです。はい、ということでちょっとねみんなでワイワイ料理したり、ご飯食べたりで料理とかでまったりするのが素敵なお宿だったかなっていう感じがします。ちなみにこれはあえて住屋さん2つで比較します。住屋、聖火さんと楽水亭さんだと、どっちもねコンセプト的に素敵なんで、まあ、いいという前提でなんですけど、私は楽水亭さんの方が壺に入ってます。なんか高山に来ると私山とか自然が好きなので、なんか自然の中でねいたいなって思うのと、ちょっと中は、まあ、和のねテイストももちろん囲炉裏とかあるのでふんだんに入ってるんですけど、ベッドとかはちょっと洋な感じも入っていて、まあ、そういう雰囲気が私は割と好きなので、まあ、和モダンとはちょっと違うかなって感じがするんですけど、どちらかというと和洋折衷寄りな感じが私はしてますが、なんかその雰囲気もねとてもこういうところにこういうのあるといいよねっていう感じがして良かったです。はい、で、東京とかね大阪とかから来るとそれなりに距離感があるので、もう本当に旅行っていう感じになると思うので、まあここだけじゃなくて高山の街を回ったり山見に行ったり滝見に行ったり、まあちょっとね30分1時間ぐらい走ると1時間ぐらいかな、ロープウェイとかもあるので奥飛騨温泉郷とか、もう温泉もねたくさんありますし、新穂高ロープウェイっていうロープウェイが私はとても好きなんですけど、それ上がると山見れたりと自然をね堪能したり、まあ古都って感じですかね高山とかをね回るのも面白いかなと思いますので、もう観光にね思いっきり旅行を楽しみに来てもらって、その中の一つにこんな秘密基地っぽい、秘密基地もうおしゃれなねお宿もいいかなと思いました。はい、まあ、そんな形ですかね。ちょっとね一泊がもったいなかったかなって気もするので、まあ、次回はね夏で青々とした感じの時に来て、ちょっと外にね、夏は露天風呂とかもあるってことなので、お酒とかね飲みながら大人の付き合いで来るのもいいですし、大学生とかでね4人ぐらいは泊まれると思いますので、畳にお布団も敷ける状態だと思いますので、4、5人ならもう全然ね楽しいかなと思いますので、そんなご旅行にもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで良かったですね。これはちなみに私は夏来ます、ちょっと夏の状態でもっとね外に全開で出れる状態で夜ね外でお酒を飲みながら
せせらぎの音を聞きながら語りたいという感じがしましたので、夏ね、また来たいと思います。はい、ということで今日は飛騨高山にあります住屋さんの楽水亭さんにお邪魔しました。春にね、グランドオープンということなので、2022年春ですね。これアップするのがいつのタイミングか分かんないんですけど、グランドオープン前にね、あげれたらいいなと思うんですけど、まあ、予約もできると思いますので、ぜひね、一度お試しいただけたらと思います。はい、でその際は鮎もしもありましたら、鮎は絶対に頼んだ方がいいです。はい、ということでよろしくお願いします。では今日はこんな感じで終わろうと思います。失礼します。映してないものないかな、ちょっと映してないものがありそうかな。あと、あのもう補足すみません、閉めた後で申し訳ないんですけど、あの中のものがね、バルミューダとかこだわりあるものたくさんあって良かったんじゃないかなと思います。あと、あのドラム式の洗濯機とかもありましたので、ちょっと載せておきます。はい、では失礼します。ありがとうございます。